で次に、ここがあの皆さんあの、よく私の方に質問来る内容なんですが、えー、じゃあ実際に設計するためには、ゼブを設計するためには、どの段階で相談したらいいんですかっていうのをよく聞かれます。でまあ、自治体さんが多いんですけど、どこから北電さんに話したらいいのと、もう私たちの気持ちでいくと、もう最初から入らせてくださいっていうのがあの気持ちでして。 企画ですとか基本設計の段階からゼブを意識して検討するのがやはりベストです。でこれはですね下に書いてあります実施設計段階からゼブ可能ですかとか、えー、いう話につながるんですが実施設計段階でも可能は可能なんですけど例えば先ほどお話した手法で外皮変えなきゃいけませんとかあの空調システム変えなきゃいけませんとか。 正面、えー、の照度を落としましょうとかあの自然工を入れましょうとかって話するともう実設計いっちゃってるからあの後戻りできませんとか、えー、設計変更をするのにすごいお金かかりますとか時間かかりますで,でも着工の時期は決まってますってなるとあの相当やっぱりハードルが高くなってしまうので企画設計段あ企画の段階からですねお話しいただくと、まあ、そういったのを まあなるべくないようにしながら、ゼブっていうのを設計できるので、できるだけ早い段階から、えー、検討した方がいいというふうに私は思ってます。でやはりあのゼブを設計するには、手間もかかるし、時間もかかるので、あの設計の費用っていうのは、確実に上がるなというふうには思ってるんですけど、まあ、それにしても、実施設計の時にやってしまうと、さらに増額になっちゃうので、 えー、なるべく企画段階、基本計画段階から自分を意識してで、オーナーさんにもそういう理解をしていただいて、えーまあ、進めていくのがいいのかなというふうに思っていますあとですね、えー、基本計画段階で熱負荷だとか、あのー、計算しないし、標準入法の計算できないので、ゼブになるかわからないっていうご相談もあのよく受けます。 で実際、基本計画の基本設計の段階で熱化計算あんまりしないというふうには、えー、聞くんですけれどもそれはあの理想論で言うとやった方が良くて、えー、そこの段階で熱負荷がどのくらいになるっていうのを分かっていれば適正な室内機の配置ですとか熱源機の配置につながりますのでできればそこやった方がいいんですけれども、まあ、なかなか契約の内容とかで難しいというところもあの私も分かりますので。 外費いいだとか空調とか給湯をまあ入れてあげてで平面図とか立面図から標準入口っていうのをまあ作れればベストかなというふうに思ってますでその外算をまず作ってそのシステムで0.5いくかなどうかなっていうのをまあ見てそれが全然だめな0.7とかだったらもう全然変えた方がいいですけどえギリギリいきそうだみたいな目算が立てばそのシステムでまず組んでしまって えーまあ、若干の設計変更でいけるようなところまで持っていければ、ゼブ、e、っていうのは達成しやすいのかなというふうに思います。まあ、ただ、設計に影響が大きく、えー、なります外費だとか空調とか給湯は今までの事例ですとかあの、そういったのを参考にして、そこを目標にしていくっていうのが大事なのかなというふうに思います。であと次に、えー 課題になります補助金を活用したいっていうお話なんですけれども、こちら、環境省の補助金活用の例になります。でえー、大体私に話してくる、えー、ものは補助金の相談が多いんですけれども、補助対象の、えーま、工事とか、えーま、縛りっていうのがかなり面倒くさくて、ですねそちらが実際の建物、 ととののスケジュールと合わないっていうのがあの結構ありますで補助対象工事の工事契約着工は、えー、交付決定後というところなのでそれまでに契約してしまうと補助受けれませんのでそういったのも足かせになっているのかなというふうに思いますスケジュールを追ってきますとまずあの、まあ、毎年毎年のものなので大体いい先ほどお話ししましたが4月5月の交募になりまして その間に補助金を申請すると。で、補助金を申請して、えー、自主団体から採択になりましたよっていう連絡が来たら、環境省の場合は、さらに交付申請というものを、えー、しなければいけません。で、交付申請を行った後に、また1ヶ月くらい経ってから、交付の決定になります。で、その段階でようやく工事の契約と着工ができるようになります。ですので例年ですすの例年と あの補正予算だと大体7月とか8月ちょっとコロナで遅れて1か月、えー、遅れたりとかよくあるんですけど、えー、昨年度だと8月末とか9月に交付決定になってようやくそこから契約着工でしたでそこからになると、まあ、基本的に建物をそんな早く建てれることできないのであの2か年以上っていうのが基本になってくるんですが。 一応、1カ年で完了する場合には1月31日までに支払い含めて事業が完了しなければいけません。9月から着工して1月でじゃあどのくらいの大きさ建てれるのよって話になっちゃうんですので大体いい2カ年になります。2カ年の場合ですと休校期間として2月から翌年度の4月の申請交付になるまでの間補助金の対象の工事ができなくなってしまいます。 でこれはもう国の予算の関係でもうどうしようもないところなんですけれども1月31日までに、えー、あちょっと年によって日にち違うんですが、えー、大体1月末か2月の中旬までに一度工事中断し補助金の工事は中断して4月の申請が終わってからまた着工するという形になりますでその間補助対象の工事以外は、えー、して大丈夫ですのでそこのスケジュール調整っていうのが、まあ、大変かなというふうに思います その後日課年の工事が終わって、竣工後なんですけれども、計測データの報告っていうのが必須となっておりまして、竣工年度を含む3年間がデータ報告の義務となっております。先ほどのご紹介した環境省の補助金と、経産省の補助金は、ベム数と呼ばれる計測機器をつけるのが必須条件となってますので、まあ、そちらのデータの報告というのが必須となります。 で今お話した内容をマッ、まあ、チアウにするとこういうもので、えー、大体あの、まあ、今も始まってるんです始まってるというかもう公募自体終わって採択者の決定待ちなんですが補助事業の委託事業者の公募が、えー、毎年1月から2月にありますで公募要領の公開が、えー、公募期間の大体1週間前くらいになるんですが4月の上旬にありまして、えー、公募受付が4月の中旬から5月の中旬 採択の決定というのが6月の下旬くらい、でそこから交付申請があって、1か月くらい空いてえ、交付決定通知になりますで。これが一番スムーズにいったときのスケジュールになってまして、昨年はコロナの関係で、えー、これが全体的に1か月ずつくらい遅れています。でまた、えー、7月上旬から8月上旬に交付決定があってから、えー、工事契約着工が可能になりまして、 その後工事契約で1年目の工事で一度1年目の工事終わった段階で完了実績報告書というのを出さなければいけませんでこれを作るのもかなり手間になってまして補助対象の物品だとか写真撮ってちゃんとどこにつけたかとか写真撮ってで証拠処理として全部載っけてっていうような作業も必要になるので1月31日までに 工事自体を終わらせて、1、2週間でこの管理実績報告書を作るような形になりますで。補助対象の工事が2月から4月の頭まで中断して、その後申請を行って、2年目の工事を着工、で事業完了が1月31日まで、完了実績報告書が事業完了の30日以内、もしくは2月上旬の締め切りのうち早い日というふうに定められています。 補助金の活用を検討する場合にはです、ね、このスケジュールを把握して、スケジュールを組まないと、実際相当難しいので、ですので、なるべく基本計画ですとか、企画の段階からです、ね、意識してスケジュールを組むというのが大事になります。